はい、それでは家具や小物を配置する前に基本的なライティングを検証しながら解説していきますまずカメラをセットしますカメラの位置は事前に決めてあります 1X-2750 ミ、mm、リ Y-1150 ミ、mm、リ Z1920 回転 X0Y-70 度 Z0 です。カメラのレンズを 28mm に変更します。次にフレームサイズ。解説しやすいように幅を線少し大きくしておきます高さは666です。 はい、それではまず、えー、太陽の光、えー、ディリクショナルライトから調整していきます、えー、現在少し太陽の光が部屋の中まで、えー、入りすぎていますのでそれを調整し,しますはい、えー、X 回転で少し下の方へ向けていきますはい、えー、マイナス35度 マイナス35度、Y マイナス45度にしてください。では太陽、太陽の光が決まりましたので、このライトは邪魔にならないように外へ出しておきます。はい、次は環境マテリアルを調整します。現在、4色グラディエントが設定されていますが、このまま4色グラディエントを しますまず空の色をコピーして天空の色に天空の色を空の色にします。天空の色以外は全て白にしておきます。 はい、えー、このような感じですこの部分の色をもう少し柔らかくしたいと思いますので空の指数を4に変更しますはい、えー、少し柔らかくなりましたはい、では次に基本シェーダーの下にマテリアルを追加します はい、えグレーに変更されましたスペキュラー量はゼロにしてください、はいえー、このシェーダーツリーは、えー、下から上へと情報が渡されていきますので、えー、ここで設定されたマテリアルが、えー、このマテリアル追加したマテリアルに、えー、書き換えられてシェーダーへ渡されています しかしこのように追加したシェーダーをオフにすることでいつでも設定済みのマテリアルに戻すこともできますライティングやレンダリング設定ではマテリアルの色や明るさに左右されずに状態を確認したいこともあるのでこの位置にマテリアルを追加しておくと非常に便利ですはいそれでは アンビエント照度をゼロにして一度レンダリングしてみます。はい、これはレイトレーシングと言われるタイプのレンダリングです。レイトレーシング,レイトレーシングは直接光だけを計算するので太陽の日差しが当たっていないところは、 えー、真っ暗です次に間接、えー、照明を有効にし、えー、それから放射照度キャッシングこれをオフにして、はいえー、レンダリングしてみます。 これはモンテカルロと言われるタイプのレンダリングです。関節光も計算されているので直接光の当たっていないところも明るくなっています。関節光もレイトレーシングと同じようにピクセル1つずつに対して計算を行います関節レイ。関節レイの64はピクセルに対する関節光の精度を決める。 値ですモンテカルロではピクセルの値を決める光線を64方向に発せられていると考えていいでしょう64方向の情報をもとに計算してピクセルの値を決めています物理現象からすればこの64サンプルというのはあまりにも少ないため 隣接するピクセルとの誤差によってノイズが発生しています関節レイを増やしていけばこのような粒子状のノイズが少なくなりますがレンダリング時間もかなり長くなりますそれでは次は放射照度キャッシングこれをオンにして、はい、レンダリングしてみます はい、これはイラディアンスキャッシュと言われるタイプのレンダリングですモンテカルロに比べるとかなりレンダリングが速いのが特徴ですまたモンテカルロのような粒子状のノイズはありませんしかしアーティファクトと言われる村状のノイズがかなり発生していますでは次にシェーダーに レンダーアウトプットを追加しますはい、えー、追加した、えー、2つ追加します、えー、1つに IC1 それからもう1つに IC 値 i c 一ですね、えー、これをセエフェクトを、えー、この2種類に設定してくださいそれから 関節反射数これを3に変更しますはいそれではもう一度レンダリングしてみますはい関節反射数1と比べるとこのようにかなり明るくなりました外観パースのような開放的なシーンでは 壁から反射した関節光はほとんどが空間に放出され消えていきますが室内など閉鎖的なシーンでは関節光は減退しながら空間内を何度も反射を繰り返しますリアリティのある状況を作り出すには関節反射数を複数回設定する必要がありますしかし 関節反射数1回と比較すると画像がかなりぼやけた印象になっていますそれではもう一度放射照度キャッシングをオフにしてモンテカルロでレンダリングしてみますはい モンテカルロのレンダリングでは間接、えー、反射数3回でもあまりぼやけた感じではありませんモンテカルロのレンダリングは、えー、ノイズが多いのですがピクセル単位で間接光の計算を行っているので全体的な陰影や細部のディティールは正確に表現できています モンテカルロのレンダリング画像を目安に、えー、放射照度キャッシングの設定を進めていくのも一つの方法ですでは放射照度キャッシングの画像に戻り最終カラーから,、えー、ら IC1 を表示しますグリーンのポイントの位置が間接光を計算するサンプリングポイントです 放射照度キャッシングのレンダリングでは、ピクセル単位で間接光の計算をするのではなく、計算をする位置を間引くことで高速にレンダリングすることを実現しています。赤いポイントは保管値の精度に合わせて再分割されたポイントですが、グリーンのポイントの再サンプルになるので、ここでは説明は省きます。 次に IC の値を表示します。これはグリーンのポイントで計算された関節光の計算結果になります。この IC の値を滑らかに保管したものをレンダリングに使用しています。これだけ荒い計算結果をもとにレンダリングをしているわけですから、モンテカルロに比べて 正確性に欠けるのは当然ですまたデイトレーシングのレンダリングの黒い部分は放射照度キャッシングの計算だけでレンダリングされていることになりますので細部のディティールまで表現するのは当然不可能です部屋の中の関節光というのはぼんやりとした柔らかい光なので 放射照度キャッシングのぼやけた光でも基本的には問題ないのですが外光まですべて関節光にしてしまっていることが大きな問題なのですレイトレーシングで描き出せない光はすべて関節光だと判断してくださいですから環境や ATDRI それからポリゴンにルミナンスを設定したもの これらを使ったライティングはすべて関節光になりますそれでは環境の関節レインにかしこれのチェックを外しますはいそれからエリアライトを作成します

はいえー、このエリアライトはシンプルシェーディングはオフにしておきますではエリアライトを複製して、えー、他の窓にもエリアライトを設置します 奥の部屋の窓は少し幅が小さいですので、えー、幅エリアライトの幅も窓の開口の幅に合わせておきます、はい、それではレンダリングしてみます。 えー、放射照度キャッシングの設定は、えー、一切変更していませんが、えー、かなりですね、まあ、明るさは違いますが、かなり、えー、アーティファクトが、えー、少なくなっているのが分かるはずです。はい、それではもう一度 レ,イトレーシングでレンダリングしてみます、はい、レンンダリングが終わりました。初めのレイトレーシングに比べて今度はエリアライトを使いましたのでここまで直接こうで描き出すことができているので放射照度キャッシングの計算がプラスされても アーティファクトが出にくいといとうわけですしかし窓のある壁など直接光が当たっていない部分ではやはりノイズが出やすい状態ですではモンテカルロの画像と放射照度キャッシングの画像を比べてみます放射照度キャッシングの画像は 少し関節光が乗りすぎているような気がするので次は関節反射数を2に変更してレンダリングしてみますはい OK です今回はエリアライトの外光が室内に比較的入りやすいシーンですので 関節反射数は2の方が少しメリハリがあっていいと思います。では次に IC1、イラディアンキャッシュの位置を表示します。イラディアンキャッシュの位置をコントロールするのはこの放射照度強化間隔と放射照度強化密度で行います。イラディアンキャッシュの位置を見てわかるようにポイントの分布が 粗い部分とこのように細かい部分がありますモドは初めに粗い間隔で IC の位置を決めますが隣接するポイントとある一定量以上のエネルギーの差がある場合 IC の位置を再分割していきますその粗い位置を決めるのがこの放射照度評価間隔と 放射照度評価密度をかけた数値になります。2.5×6 で15。IC の1の最大は 15, 15ピクセル間隔ということになります。最小間隔はこの放射照度評価間隔になります。ですから、このシーンでは、 最大15ピクセル間隔で最初、細かい部分ですね、最初2.5ピクセル間隔ということになっています。例えば、細かい部分のサンプルを増やしたいという場合に、放射照度評価間隔だけを1.5にすると、IC の一の最大間隔は15ピクセルから9ピクセルになってしまいます。 最大間隔を変えずに最小間隔を変えたいのであれば放射照度評価間隔1.5で放射照度評価密度は 15÷1.5 で10に設定します全体的に精度を上げたい場合は放射照度評価間隔を下げるだけでいいのですが IC の1の最小値だけや 最大値だけを変えたい場合は計算が必要になるので注意してください次に保管値保管値ですがこれはこの IC の値をどれだけ滑らかにレンダリングするかを決めます数値を上げれば数値を大きくすればより滑らかにレンダリングすることができます しかし、えー、よく考えてください。保管値を上げなければ、きれいにレンダリングできないということは、元の IC の位置が荒いということになります。保管値は8まで上げることができますが、4以下ぐらいでアーティファクトが出ないように、その他の設定を調整する方がいいでしょう。説明が最後になりましたが、放射照度イ これはモンテカルロの場合の間接例と同じ役目をします。グリーンのポイントで計算する場合にどれだけ周りの状況を見て反映させて計算するかということです。それでは一度この放射照度例を1024に上げてレンダリングしてみます。 はいえー、レンダリングができました、えー、放射照度例250の時と比べて IC の値がかな,かなり、えー、滑らかできれいになっているのが分かると思います、えー、特に IC の位置の間隔が狭い ほう、えー、が、えー、放射照度レイは上げる必要が出てきます。えー、わかりましたでしょうかでは次にテクスチャーを表示して、えー、レンダリングに、えー、レンダリングをしてみたいと思います。えー、私の場合、えー、サイズを含めてこのシーンでは、えー、放射照度レイこれを5 1に それから、えー、放射衝動評価間隔と、えー、評価密度はこのままにしておきます。えー、保管値を 2,、えー、2にして、えー、そのままレンダリングしてみます。はい、えー、レンダリングが終わりました、えー。よく見ると細部にまだかなりアーティファクト、えー、ノイズが、えー、残ってはいますが、 今はこのまま進めていきます。では画像を保存していつでも開けるようにモドの画像に読み込んでおきます。はい。それではこの画像を確認しながらライティングとレンダリング設定を進めていきたいと思います。まずライティングですが。 ライティングはあまりたくさんのライトを使うと全体のバランスが難しくなるのでできるだけシンプルな方がいい結果を出せますまずこの通路の奥からライトを入れてアクセントにしますそれでは一旦間接間接照明をオフにします エリアライトを複製します。通路の開口部にエリアライトを合わせます。 大きさも大体開口部に合わせておくほうがいいでしょうはいえー、こんな感じで OK ですでは 追加したライトだけにして、えー、他のライトは、えー、オフにします、はいえー。こうすることでこのライトが、えー、どこに影響しているかを確認します。 このライトはあまり手前の部屋には影響させたくないのでライトの位置と角度を調整します現状ではかなりこのように天井、床それからこの部分の壁ですねにかなりライトが影響していますのでそれを調整します。 えー、まだ影響しているので、えー、位置も調整していきます。はいえー、これでほとんど、えー、手前の部屋にはほとんど影響していません。それではライトをすべてオンにします、えー。これでバランスを確認します。 もう少し明るくしたいと思いますので、放射軌道を4にします、はいえー。明るさはこれで OK です。では次にですね、このライトには少し色をつけて、空間にリズム感を持たせたいと思います。 ライトのカラーをブルー系に変更してみます少し色が強いようなのではい調整します はい、えー、これぐらいでいいでしょう。はい、えオーケー、OK、です。はい、えー、それでは次に、はい、えー、この部分のですね、えー、壁壁は額縁が一番目立つ場所なのですが、正面から窓の光が当たっているので、えー 額縁にメリハリがありませんそこでライトを追加して額縁にハイライトを入れたいと思います、えー、ここもエリアライトを複製しますでは先ほど複製した少しブルーの色をつけてあるエリアライトを複製します同じようにその他のライトを 奥にしますライトはこの辺りへ持ってきますまずもう少しライトの大きさを小さくしておきます 高さももう少しもう少しまあこれぐらいですねこれぐらいにしておきますライトの位置を調整します、はい、壁の方へ近づけてもう少し離しておきます はいえ、これでこのライトがまずどこに影響しているかを確認し,します。それ以外に特に、えー、問題はないのでそれではすべてのライトを、えー、オンにします。 はい、えー、このライトの目的は額縁にハイライトを入れることなので、えー、明るさはそれほどあから明るくない方がいいです、えー、少し明るすぎるので明るさ放射軌道を、えー、2に変更します半分の2に変更しますはい、えー、それではえー 間接照明をオンにしますはい、えー、画像を確認します、えー、まずですね間接、えー、光を使った時に間接、えー、光というのは光と、えー、反射した時の色も間接、えー、光として、えー、反射します、えー 現状では床のこの茶色い色が全体に影響しすぎている印象がありますのでそれをまず調整します私の場合まず調整するのは基本シェーダーにある間接照明サイドここで調整します私の場合はだいたい50%に設定します 微調整はレンダリング後、フォトショップやアパーチャーで行うようにしています、はい。それからですね、太陽の光ですが、太陽の光が少しシャープすぎます。現実は、太陽の光は0.5度ぐらいの高角度を持っていますので、正しく0.5度 5度で入力するのもいいのですがここでは少しオーバー目に1度、えー、高角度に1度を入力します、はい、もう少しか、えー、小さくプレビューを小さくして早く表示させます 大体、えー、いい OK ですが、えー、追加したこのライトですね、えー、ハイライトを入れるのに追加したライトが、少しまだこの室内に影響し,しすぎてるような感じがありますので、このライト、先ほど半分の2にしましたけれども、これをもう少し下げます。1、 はい、それぐらいでしょうね1にしてそれでは、えー、もう一度レンダリングしてみますはいレンダリングが終わりました、えー、額縁のハイライトもきれいに入っていますそれから、えー、関節照明サイズを下げたので全体の色調も良くなりましたライトのバランスはこれぐらいで OK ですが えー、昼間の設定ですので全体的にもう少し明るくしてみたいと思いますそれではホワイトレベルを下げていきます、はい大体、えー、ですね0.5ぐらいで明るさを決めたいと思いますそれでホワイトレベルを下げるとですね 太陽光のこの部分が飛んでいますし、通路の奥のこのライトも飛んでいますので、ホワイトレベルは1に戻します。それから、窓の外のライト、これはすべて現状3ですが、倍の6にします。それから、通路の奥のライト、これは1だけ上げておきます。 それからハイライトのライト、これは倍の2にしておきます。それでもう一度レンダリングしてみます。はい、えー、レンダリングが終わりました。それでは保存をして、Photoshop で開いてみます。 はい、えー、まず見やすいように、えー、アンシャンプープをかけてトーンカーブで調整してみますはい、えー、ライティングのセッティングは、えー、こんな感じで、えー、OK でしょう、えー、では次に ライトの精度を調整していきます。もう一度マテリアルをオフにしてレンダリングしてみます。レンダリングが終わりました。窓の近くのこの天井の部分、それから床の部分ですね。 この辺りにノイズが少し目立ちます。はい、この部分に、それから奥の部屋も壁に、窓に近い部分ですね、窓に近い部分の壁に少しノイズが目立ちます。それと、この床の部分ですね。 それから日差しを少しぼかしましたのでそのぼけ足の部分にも少しノイズが目立ちます。これはライトのサンプル数不足です。ディレクショナルライトを含めすべてのライトのサンプルを現在64から256に変更します。 はい256に変更しました。それではもう一度レンダリングしてみます。はい、レンダリングが終わりました。少しアップにしてみます。200%にアップしてみます。ライトのサンプル数64の時に比べて256ではかなりノイズが減っているのがわかります。 はい、この壁の部分もそうですね、かなりノイズが減っています。それから、この影の、えー、部分ですね、ざらつきも、えー、256ではかなり減っています。はいえー、この窓際の天井には、また若干のノイズが、えー、残っていますが、の残っていますが 実はサンプル数だけではライトの精度を完全に決めることができません。シェーダーやリファイメントなどレンダリングの設定もライトの精度に若干ですが影響を与えます。厳密にはライトの設定自体に影響を与えるわけではないですがレンダリングの設定によってどの程度正確に描写するかが決まるわけですからライトのノイズも結果的には 若干増減すすすることになりますそれでではは次はレンンダリングの設定です放射照度キャッシングの設定は一応終わっていますのであとはアンチエイリアシングだけですがこのアンチエイリアシングに関してモードは少し複雑な構造を持っています先ほどシェーダーツリーは下から上へ情報が渡されると言いましたが これはマテリアルだけでなくレンダリングの設定にも言えることです。ライトやカメラの情報もマテリアの情報もすべて下から上へ情報が渡されて一旦シェーダーに情報が渡されます。間接照明サイドを下げたようにライトの設定もシェーダーで変えることができるわけです。ここにシェーディング率っていうのがあります。 シェーディング率一点ゼロというのはピクセル一つのピクセルの情報、要するにレンダリング結果を決めるのにそのピクセルを分割せずに計算して決めるということです。これは非常に荒い計算結果になります。実際には画像の一つのピクセルにいろんな情報が含まれている場合があるからです。しかし画像の中には一点ゼロでも十分な部分も あります今回のシーンでは、はいえー、天井や壁などで、えー、明るさが均一な部分は1.0でも問題がないはずですしかしモールドなど細かい部分はピクセルを細かく分割して計算しなければ不正な結果になってしまいますシェーディング率では 基本的に最低限の精度を設定しておきます。初,初期設定の1.0、これは事実上最低値になります。次に、えー、シェーダーの情報は上のレンダリングへ渡されて、最終的な設定を決めることになります。レンダリングの精度を決めるのは、はい、アンチエイリアシングから、えー、リファイメント式位置までの項目です。 ただしい反射のあるものと等価、えー、のあるものはこの下の、えー、反射振動、屈折振動、0、えー、式位置も関係してきますアンチエイリアシングはピクセルをどれだけ分割して計算するかを決めます現在は8なので、えー、ピクセルを8分割して、えー、計算します少し,、えー、少し難しい話をします このアンチエイリアシングというのは形状のアンチエイリアシングを決めます今回のシーンではモールドなどのアンチエイリアシングを決めるわけですそれ以外テクスチャーなどはリファイメントシェーディング率とリファイメント敷地で決めますしかしリファイメントシェーディング率とリファイメント敷地の上限は アンチエイリアシングで決定されます少し難しいので実際の作業の中で見ていきましょうレンダリング画像を見るとアップにしますが特にこの部分ですねこの部分にジャギーが出ていますアンチエイリアシングの精度が足らないということです では、アンチエイリアシングを16にして、えー、部,分部分レンダリングしてみたいと思います、はいえー、この部分を部分レンダリングします、えー、アンチエイリアシングを16 それではもう一度200に拡大して見てみます、はいこの部分ですが八 8, 8の場合はかなりジャギーが目立っていますが16ではまあ少なくなっていますただしまだ少しジャギーが残っているので次はアンチエイリアシングを30にしてもう一度部分レンダリングします 拡大してみますはいこの部分ですね81632、えー、ほとんどこれで OK ですが、えー、念のために64でも部分レンダリングしてみます。 ではまた拡大して確認してみます。32、はい、64、はいえー。ほとんど違いはないですので、32あれば大体いい OK だということですが、ここでは少し高い目の64に決めます。 64は1つのピクセルを 64, と64分割して計算しますのでかなり精度が高いです。それではマテリアルを表示して、はい、レンダリングしてみます。 はいえー、レンダリングが終わりました、えー、現在アンチエイリアシングは64と、えー、かなり高精度にしていますが、えー、画像をアップにします、えー、この鏡面の部分ですねそれから床のテクスチャー、はいえー、を見るとアンチエイリアシングの精度が全然足りていないのが分かります、えー、このことから アンチエイリアシングの設定がテクスチャーや反射には、えー、効果がないことが分かりますではリファイメントシェーディング率とリファイメント式位置の、えー説明えー、設定の方法を説明しますまずリファイメント式位置は、えー、現在10%ですのでこれは隣り合うサンプルとのコントラストの差が10%以上ある場合は そこを再分割するということを意味しますですから数値を大きくすれば分割されにくくなりますし逆に数値を小さくすれば分割されやすくなります次にその分割ですが実際にどこまで分割するかを決めるのがこのリファイメントシェーディング率になります現在0.2を という数値ですのでこれは縦横に4等分され16分割されるということになります。整理して言うとシェーダーのシェーディング率の情報をリファイメント式位置の条件でリファイメントシェーディング率まで分割して計算するということになります。 効率よく必要な部分だけを精度を上げて計算していこうという構造です。ただし一つ条件がつきます。リファイメントシェーディング率の上限はアンチエイリアシングによって決められるということです。例えば、リファイメントシェーディング率を0.1とした場合、 100分割されることになりますその場合、アンチエイリアシングを、例えば8のままだと、100分割されるように、アンチリファイメントシェーディング率を設定していても、8分割しかされないということです。リファイメントシェーディング率を0.1100分割に設定した場合は、アンチエイリアシングは、 128以上でなくてはいけません。では、アンチエイリアシングの現在の設定値にリファイメントシェーディング率を合わせてみることにします。現在64ですので、ピクセルを縦横8分割して64分割ということになります。ですから、リファイメントシェーディング率は 1÷8、えー、になります、はい、0.125で、えー、ちょうどアンチエイリーシングの64と同じ値になります次にディファイメント式位置は、えー、もう少し分割されやすくしたいので、えー、ここを5%と数値を少し下げます それからアンチエイリアシングのフィルターですが、フィルターはボックスにします。ボックスは、えー、画像をシャープ目に上げることができます。ただしボックスフィルターはガウスよりも若干精度が落ちます。そのためにアンチエイリアシングは少し高めに設定しました。 またボックスはガウスよりも少し早く計算することができますガウスよりも精度,を精度が高くシャープ目に上げるにはキャットマルロムこのあたりが向いてると思いますはいそれではレンダリングしてみますはいレンダリングが終わりましたそれでは まずフローリングの部分から見てみたいと思います。はい、一つ前の画像は、えー、こ,れこれぐらいジャギーが出ていましたが、えー、リファイメントを上げましたので、はいえー、ジャギーは、フローリングのジャギーはなくなっています。それからミラーの鏡面部分、鏡面、この部分ですね、ゴールドの部分。 え一つ前の画像が、えー、このような感じですが、えー、リファイメントを上げて、えー、かなり綺麗になりました、えー。パーフェクトです。それでは、はいえー、一つ気になる点が、このミラーに映り込んだ、えー、ライトですね、この額縁にハイライトを入れているライトが、この画面に映り込んで、天井にハイライトが映っています。 これに関しては、あまりライトの位置を変えたくないのであ、後で画像処理する方法を取りたいと思います。えー、ミラーのマテリアルを開きます。えーはいえー、反射量100%に設定しているのが、このミラーの部分ですね、えー。鏡の部分のマテリアルです。でこのマテリアルに、 レンダーアウトプットを追加しますで。このレンダーアウトプットのエフェクトにアルファを設定します。はいえー、これでレンダリングしたときに、えー、このミラー部分の、えー、マスクを取ることができます。はいえー、レンダリングは HDRI で書き出す、えー、以外は 若干暗めにレンンダリングします、えーまあ、この部分はこれで結構なのですがあまりこういう部分ですね、えー、が完全に飛ばないように少し暗めにレンダリングします、えー、レンダリングの後の、えー、調整用に特に明るい部分ですねの許容量を、えー、許容範囲を残しておくためですそれではレンダリングの設定について、えー、レンダリングの設定のワー ワーークフローについてて整理しておきますレンダリングの設定はまずマテリアルを非表示にして最初にアンチエイリアシングで形状の精度を決めます次にリファイメントシェーディング率の精度をアンチエイリアシングの精度に合わせます次にシーンの状態を見てリファイメント式位置を決めます リファイメント式位置は通常ではだいたい5%ぐらいで OK だと思います。しかし、シーンによってはコントラストの差が少ない場合もあります。その場合はジャギーが出る場合もあります。そのような時は全体的に精度を上げようとせず、ジャギーの出るコントラストの低い部分ですね、ジャギーの出る部分用に 別にシェーダーを追加して設定した方がいいでしょう。